ハイプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥデイというわけでやっていきましょう。フィエラルホールでございます。さて、ここに見返しとくか。ようこそは、あ、待って。電源入れよ。電源入れよ。よいしょ。よし、OK です。パーフェクト ?OK ですか?大丈夫ですか?回ってますね、全部。あと、電柵ちゃんと繋いだっけ、俺。さすがに繋いでるよな。繋いだ記憶ないけど繋いでるよ。電柵なかったら俺死ぬけど。よし、じゃあもう。まああと20分で始まるね。20分じゃない、40分か。これじゃないか。こっちにしとくか。まあこっちの方が良さそうだよね。まあエイムしないにしても。エイムしないか。これでいいか。でショットガンもちょっと遊びで使うと OK? いいんじゃない?セメント持ってる、鉄持ってる、これ持ってる、うん、メカニカル持ってる、大丈夫そう。回復は?回復がインベントリーに入ってないよ。これまずいですね。こうしましょうか。回復少ないかもね。大丈夫かな。よし、じゃあもう、先行して飲んどこう。忘れる前に。4本ぐらい飲めばいいかな。1、2、3、3本でいいか。まあまあ、4本飲んどけ。よしよしよし。さて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 、フェラルホール始まるぞ。あ、こいつらも動いてる、もうすでに。いいね。いいね、いいね。さて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 、始まるぞ。そろそろ始まるぞ。ゾンビ湧いたそばからさ、全部倒せる仕組みねえかな。無理か。さすがに無理か。警察官とか無理か。湧くポイントをそれ、あれ?倒した?倒していいな。捕まって、今日やばくね?今日やばくねえか?多くねえか?つかあいつ爆発しなかったの結局な。ほんと。スパイラ倒したよな。ダダダダダンダダダン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 。おお、爆発しない。いいっすね。いいっすね。ちょっとさ、ちょっとやっぱ止めとこう、これ。ちょっと止めとこう。弾なくなったら嫌だ。弾なくなったらやだ。よし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 。オッケー。オッケーオッケーオッケー。いいよ。うん、ちゃんと来てくれてそうだね。じゃあこれ見てはしとこうか。オッケー。うん、リペアしとこっか、リペア。エアトラップ、リペア。オッケー。ダメだな、場所。電柵の位置良くないね。よいしょ。あ、生きてる、生きてる、生きてる。電柵の位置はちょっと良くないっすね。行くやし、行こっか。危ない、落ちる。さあ、ブレードトラップ届かなくね。届かないですね、ブレードトラップの部屋。ちょっとこれは困ったね。これ困ったね。
あのブレルトラップ結局壊れるのか今日も。悔しいな。上は耐えそうだけど下が壊れて上のが落ちてくるっていう、ちょっと嫌だな。それはそれ嫌っすね。どうにかしてこれで直せねえかな。よいしょ。届け。届かねえな。くう。もうちょっと前に進みたい。くう。上取ったら俺落ちそうなんだよな。でも上取らないと前に進めねえよね。さあね。大丈夫か他のところ。ここ死んだらマジで終わる。落ちる。危ないって。落ちるって。もう来てる？スパイダー多すぎだろ今日。下のブルートラップ直したいけども。よし。あっちも直したい。よし、直せる。あれ下止まってんな。あ、つか待って、ここから直せるんじゃね。なんで俺いちいち上から直そうと思った。ここから直せんじゃねえか。そっていいんだよ、直せればどっからだっていいんだよ、構わないんだよ。よし、あ、電柵ちょっとリペアしに行こう。電柵リペア入ります。鉄が足んないって。鉄ください。マグナムいらないです。鉄ください。よいしょ。待って、今なんかコンクリートが壊れた音がした。どこだ、どこの誰だ、どこの誰だ、コンクリート壊したの。待て、どこの誰だ、マジで。お前か、どこの誰だ、コンクリート壊したの。ひどすぎるな、ゲームがひどすぎる。あ、弾なくなった。リペアしに行くかな。リペアしに行きましょう。よいしょ。いいですね。いいですよ。ちゃんとリペアしてるよ今日は。ここが難しい。惜しそう。削れてないんだな。きっとわっしょいよ。もう一回行き。よし。今日警察官来てねえなとか思ったら来たやん、もう。行ってるそばから来たやん。うわ。待って、リペアしよう。よし。OK？ うわ、壊れた。警察官どこ行った今。あれ、いたよな。倒したか。爆発したわ。ちゃんと爆発したわ。うわ、ブレルトラップ死んどるがな。これどこ行った。あー、警察官。マジ警察官。マジ警察官のせいで壊れてくって。結局お前のせいなのか、すべて。
おい、痛い、出血した、出血した。痛い。ん？投げたか今の。何が遠距離攻撃撃ってきてる？警察官か？警察官か、ハゲタクか。うわ、警察官だ。今のスパイダーどこ行った？行くか。よし、リペアしよう、リペア。リペア入ります。うわ、ない、ない。今、スパイダーに押されたと思った。待て待て待て。よし。おお、殴るな、それ殴るな。おお、そのブレードトラップリペアさせろ。あ、なんで？なんでリペアできるんだよ。おお、どうなってんだよ、あれ。壊れちゃった。うっ、エスケープをした。いいで、ヒロを押してエスケープをしたけどダメだった。痛い。よし、夜になった、行きます。あ、スイッチ壊れてる。最悪だ。パレット動かんくなってやん。最悪だ。なんでだよ。だらららら、俺撃たれてないか。パレットに撃たれてないか。最悪だ。よし、ご飯。うわー、警察官爆発した。あれ、リペアしたいな。お、リペアできた。リペアできたんだけど動かないってどういうこと？あれだから。今警察官爆発しなかった？おいおお、あ、ブレードトラップ2枚持ってったって。パレット仕事しろや。とどめまで刺してお願いだから。お、すげえ、ルートができとる、新しい。新しい復帰ルートができてる。うっそー。警察官下降りたな。まだなくなってないのか。ん？おう、見た。警察官下にいるよな、これ多分な。ほら。うわー。タレット殺しても経験値入ってる？入ってるか、さすがに。さすがに入ってるか。
お化けでも構わない。どれなぁ、逃げ出そうか、これ。いいね、さすがにか。やった、リクエストか、リクエストよいしょ。お、すげえ、走り抜けた。お、すげえ、あいつ落ちてったわ。あ、汁なくなった。なんだよこの鉄、何があったんだよここに。スイッチかな、スイッチの鉄かな。今発電機壊れそうだったくね。これ検察官の流れ玉入ってきてるんだって別に。最悪じゃん、最悪じゃんマジ。いやー、アルファ新しいの来る前に他のモードやりたいんだけど、モードつかもっと。よし、もうこのナイフ来なかったってもういいや。次のペラルホードで終わりにしよう。なのでどうしようかな。地下施設を最強の要塞にしたいよな。多分ゾンビ上から穴掘ってくんだよな。それじゃつまんないんだよなマジ。そうじゃなくてちゃんとルート辿ってきてほしいんだよね。どうにかしてちゃんとルート辿らせるのかな。地下要塞で、地下要塞で綺麗にスムーズにさ待ち構えたいよね。このタレットの量でちゃんと待ち構えて。どういった今の、うん、撃破できない。警察官いるんだっけ、ね、うわ爆発したわ、また最悪だあいつ。ブレードトラップ、いやブレードトラップないと無理か。ブレードトラップなしでペラルホール受けてみたい感もあるけど、多分無理ですよね。無理なんだ、絶対無理なんだよな。アンブレラ社のさサイコロステーキルームあるじゃん、あそこみたいなところでゾンビ迎撃したいんだよね全部。あそこみたいなとこ作って、あのサイコロステーキルーム絶対それ用の部屋だもんな。まあゾンビ耐え、何用なんだろうなあのルーム。何用だからあんな防御なんて。終わりか。よし終わりだ。まだゾンビの声すんな。よいしょ、スイッチ壊れちゃったな原曲。うわカバンの量やっぱ。
まあまあ弾使ったんじゃない俺。えらい。よく使った。けど多分、圧倒的プラスだわ。よいしょ。こっちまで入れちゃっていいかな。OK。これで回収していこうか。石化チェスト残ってるかな？残ってないか。あ、残ってるわ。ラッキー。よいしょ。こっち空っぽだったらいけるな。あ、空っぽだ。よかった。外がね、雨が降っててすごいんだ。こっちは入っちゃってるんだね。うわ、すごい川の量。やっぱサイコロステーキルーム作ってゾンビ真ん中通って左右にカバンを山積みにしたい。いや、すごいカバンの量やりてえな。信じられないぐらいカバンの量を詰め込んで。よいしょ。椅子とか入ってない。え、椅子とか落ちるんだ、ダイレクトで。面白。初めて拾ったね。椅子。ダイレクト椅子。あ、ついに貫通が来た。てるーん。貫通矢ついに来ました。何が作れるようになったかわからんけど。でも貫通矢できてもな。使わねえしな。無理なんだよ。あっちも止めとっか。よいしょ。OK。あれ、こっちなんで動いてんのこれ。タレット。もう降ったよ。ああ、そっか。発電機とは別だ。そうだよ、そうだよ。スイッチ切らない限りは止まんねえわ。よいしょ。 OK。 これで全部かな。目の上に1個あるな。よいしょ。これきっと全部ですね。あー、向こうにもあった気がするな。あ、なくなってる。取ったか、なくなったか。というわけで、本日の成果はこんなもんっすね。取って、一旦詰めるか。よいしょ。整理。まあ、これいらないだろう。いらない、いらない、いらない。いらない、いらない。ヘルメット多すぎ。いらない。ラップできねえわ。食べて。27分だっけ？そうだよね。それぐらいだよね。だから、20分ぐらいなのかな？フェラルホード。もしかしたら。そんなもんなのかも。座席の最上限上げましょうって。俺一人しかおらんのよ、この世界。トゥルっつった？トゥルっつったわ。すいません。ディスコードです、多分。え、でもなんで配信者モードオンになってるのに、トゥルっていうの。ダメだ。これ取る必要ねえか。いっか。ビルだけ持ってっか。うん。特に必要なのないでしょう。いや、フェラル報道が。いや、持って帰るか。いらんでしょう。あ、待って、違う。そういう問題じゃない。
俺がもともと持ってたやつしまっちゃったから、それの方が大事だわ。これ。これと。まあ持ってってもいいか。この。コンクリートとかどうする？あ、こっちも置いといていいか。まあ、こっちでいっか。フェラルフォードどうしようかな。待って、まだ、トレーダー空いてねえわ。あ、すごい、見て。耐久度めっちゃ減ってる。結構ちゃんと使ったんだね、今回は。いつもそんなに使わないのに。そんなに使わないのにさ、今日耐久度ポンポンあれ使ったわ。落ちちゃったカバンが拾えねえし、このカバン。おお、コーヒーいいじゃん。さて、どうしよう。こっからゾンビ降りてきてさ、こっちに来てほしいんだけども、多分ゾンビ穴掘るよな。穴掘ってこっちから直下してくるよな。それともう一回流入してくるかな。何に。まあ、ここ切って、壊して、どうにかなるかな。厳しいな。ダイレクトの距離なんだよな。エラルのゾンビどうやって来るかな？地面穴掘ってこねえかな？さすがにこっちから来てくれるかな？どこだろうね。詰まったゾンビ横の穴掘りそうだよな。いや、でもこっから来るんだったらさ、激アツだよな、ここで待ち構えたら。リロードしてる間に、トラップ起動して、リロードしてる間にトラップ起動して、まあ死んでもいいもんな、最悪な。死んだら死んだで面白いもんな。よし。じゃあ、レコグおしまいの。血液パック。ショットガン。弾多いな。ご飯。銃いろいろ持ちすぎだな。結局楽しいのはハンドガンだもんね。ハンドガン持ってこっか。サイレンサーついてるよな。ついてる。よいしょ。ワンスタックあればいいでしょう。ショットガンしまいの。これは持ってくべきか。あ、これもしまっとくべきだったな。こうか。で、飲み物。これ1スタックはいいやな。なんかシャンシャン言ってる。
飲み物か、コーヒーでいいや。さて、トレーダー開いたんじゃない？今日トレーダーチェックして終わりにしましょうか。で、もしなかったら一回受けずにゲームを起動すればリログが挟まるんで、あのトレーダーのクエストが更新されると。ちょっとあるか、期待できそうじゃね。You looking to earn some dukes?惜しい。お願い。ないか。うん、ちょっとないな。ないっすね。よし、というわけで、じゃあ次回ワンチャン来るかもしれないし、来ないかもしれないしって感じだね。ゲームショー、骨ナイフで攻めたいな。バフ、バフしまくって。奇襲ダメージも買っとくか。廃品回収いらないでしょ。爆発はしない。落下ダメージもいらないよな。うん。もう買っとくか。近接。メイクロッション買っちゃう。というわけで、今回はここで終わりたいと思います。次回、ゲストを受けてみましょう。受けてみましょうというか、ちょっとワンチャンリログするのもありだよな。次回そろそろ、さすがにそろそろジェイル行きたい。さすがにそろそろ行きたい。あ、そうだ、さっきのクエスト見てみよう。ほら、森蔵なってたわ今。そうやね、スキルか。弓っぽいやつ。ハンターのチャーナル。あとこれだけだね、ハンターのチャーナル。これだ。いや、ボルト一括クラフトかいらないね。これ、貫通やらもんね。うん、いらない。採掘量をキルすることに速度上がる、うん、死に至らすパワーアタックはスタミナパラメータ回復バット格闘7場面呪いビルのでもぼやけない。ヒットさせされたら攻撃して素早く移動します。ちょっとよくわかんないですね。ヒットされると攻撃が速くなり移動速度 10% 増し、素晴らしい。パンチをすることに回復。あ、違う、俺パンチで、パンチじゃないんだよ俺、ナイフで行くんだよ。ナイフで行くからな。お、違う、ナイトストーカー、ナイフを使った奇襲が 200% の追加。夜行くべきなのかマジで迷うよな。夜ゾンビ全部走るんだよな。ちょっと究極だよな。どっちで行くかっていう。うん、迷いどころ。パルクール入れる？ワンチャン。このスタミナコストが減るのがでかいんよね、パルクール。やばくなった時ってジャンプ使うからな。パルクール入れて、パルクール入れて、ゾンビの上を飛び越えながら、ナイフでやるんだとしたら、だとしたらちょっとパルクールに慣れとかないと大変な目に遭うな。
動物から最終だから関係ないよな、ダメージは上がらん。ハメルビート、これあれだよね、バットとか系だもんね。ナイフはもうないと。ナイフ爆発やり、素早い手つき、クイックハンド、素手だね。トラップ、アニマルトラップ、貫通、火器、アーチェリー、障子にアーマー、虫、ほぼ勝算なし。だからものサルベージオペレーション、いよいよもう取るのが減ってきたね。というわけで、じゃあ今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。静止形でした。